こんにちは。私たち参政党です。桜木町駅をご通行中の皆様、私たちは参政党と申します。7月のですね、参議院選挙では多くのご支持をいただきまして、私たちは、国政政党になることができました。私たちはですね、この国政政党になったという責任感を持ちまして、これからもですね、活動を続けてまいります。本日はですね、参政党の神奈川支部、神奈川県にいるですね、党員で作っております神奈川支部の党員のですね、街頭演説、それから参議院選挙で神奈川県選挙区のですね、公認候補になりました藤村晃子の街頭演説会ということで、本日こちらの方に、お邪魔させていただいております。私たち党員はですね、本当にこちらご通行中の皆様と同じですね、全く変わらないと思います。特にですね、政治家になりたいとかそういった思いがなくてですね、この日本を変えたいっていう国民が集まってできたのが参政党でございます。この党員の方も、皆様と一緒にですね、普通にですね、企業に勤めていたり、お子様を育てていらっしゃる主婦の方だったり、学校の先生だったりですね、中にはですね、こう鉄道のですね、運転手さん、車掌さん、学校の先生いましたかね、あと病院でにはですね、お医者さん、歯医者さん、看護師さん、そういった、普通にですね、全然政治に関係ない、だけどこの日本の政治を変えていかなくちゃいけないと思って、集まってできたのが参政党なんですね。それで今日はですね、この党ぜひどうぞですね、この私たち参政党の神奈川支部の党員がどんなことを思ってですね、この参政党に参加したか、またですね、この参政党に参加してみてどうだったか、そういったことをですね、少しお話しできればいいかなと思ってこの会を企画しております。私はですね、そうですね、私はの話になりますが、私は千葉で育ちました。千葉で、20歳までですね、千葉県で育っております。で、就職しまして、それから、すぐこの2年後、就職して2年経ったぐらいですね、横浜市に流れ着きまして、こちらで仕事を始めまして、こちらで家族ができまして、もう早ですね、30数年、横浜市民として、生活してまいりました。で、なぜこう参政党に入ったかと言いますと、まさにですね、2年前に起こったですね、流行りの病、そういった問題、それに対するですね、政府の政策、飲食店ですね、特に飲食店、飲食店いじめのような政策、で私はですね、もともとはですね、機械工学科を卒業してまして、エンジニアとして働いておりましたが、その後ですね、運送会社のですね、運転手や、配送管理の方をやったりしておりました。で、今ですね、特別養護老人ホームで介護福祉士として、福祉の世界の方で、働いております。そういったですね、いろんなところで、いろんな、生活していく上で、おかしなことがいっぱいあるんですね。そういったことをですね、考えて、どうしてこう日本はですね、こうなかなか良くならないんだろうと、こう働いても働いても良くならないんだろうと、ね、10年働いても賃金上がらない、20年働いても変わらない、よく考えたら30年前のですね、新卒の給料と変わらない、そういう世界が今の日本の現状になっております。それでさらにですね、この2年前の流行り病で、皆さん外に 出歩かないでください、テレワークをしてください、ね、と言いましてね、そして飲食店には当然ですね、飲食店には行かないでくださいというような政策をして、飲食店を潰していく、テレワークできるような仕事だったらいいんですけども、ほとんどですね、私たちは人間の社会っていうのはですね、人と人の関わり合いで成り立っております。
ね、みんながテレワークしたらですね、社会は成り立たないんですね。当然私もですね、そういう福祉の仕事をしておりましたので、何ですかって、なんか横文字だからちょっと分かんないですけども、なんか医療従事者とかは、ね、テレワークしなくて働いてください、ずっと、ね、よく分かんない、本当にね、最初の、ダイヤモンドプリンス号が来た時は本当に怖かったですよね、皆さん、どんな変なのが来たんだと、当然ですね、ケアワーカーとかですね、そういった方たちも怖いんですよ。だけど行け行けと、ケアワーカーはテレワークができないんだから、仕事に行けと。でだからですね、私はね、ずっと働いてるわけですね。何ら変わらずね、3年前4年前と変わらず今もずっと働いてますし、こういったところで喋、ったりしてます。でだけれど、ね、そんな、結局2年経ってみまして、あ、なんかですね、流行ります、なんか怖い病気どこ行っちゃったんだろうなって感じですよね。なんで、ね、こんなのことを、ね、ずっと怖がってたんだろうと、そういった思いがあります。ね、引きもこもっていられない方がほとんどだったと思いますね。そういった方がですね、本当に政府はですね、しっかりと、支援をしてきたのか、ね、全くそういったことは、感じられませんでした。でそういった時にですね、もうたまたまなんですね、僕はちょっと役所とかにですね、こんな政策をしたらいいんじゃないかみたいなことをですね、あげました。だけどね、全然反応がない、ね、自民党さんにもやりました、ね、公明党さんにもやりました。だけど全然反応ない、ね、そういったところでなんかいい政党はないか2年前ですね、思ったんですよ。それで調べてみたらですね、もうこれは運命ですね。できるべくにしてできた参政党が2年前にできてたんですね、すでに。これはですね、やっぱりそういう時代の流れがですね、参政党を生んでしまったということになると思います。ですぐにはですね、私も参政党には参加できませんでした。なんかね、いろいろなんか変なランキング制度とか、ちょっと今ですね、ネットで叩かれてますけど、ゴールド会員とかですね、いろいろなんかランクがついてまして、党員を勧誘したらランクが上がっていくみたいなやつが残ってたりします。そういったことがあってね、私も躊躇したんですけれども、1年後ぐらいですね、昨年の4月にですね、ある私のね、ちょっとした事故って言いますか、病気でですね、私は心肺停止になったんですね、去年。で一度死にかけました。本当にですね、死んでいたと、ただたまたま友達がね、横にいてくれて助けてくれた。で救急医療をやってくださるね、救急医療のお医者さんやですね、看護師さんに助けられました。で僕はですね、その時にもう参政党に入るんだと思いました。もうね、一回死にましたんでね、もう怖くないんですね、死ぬことがね。だから当然ですね、この流行りの病と言われてますオミクロンとかやれてるやつも全然怖くないんですよ。死ぬときは死ぬんですよ。だから死ぬときにですね、本当にですね、やり残したことはないような、人生にしたい、そう思いまして、僕は去年の、7月に参政党に入党しました。今ですね、私たちが大人がですね、自分のことだけじゃなくて社会のこと、未来のことを考えて、活動しなければ日本はもうやばいんだということに、気づいたし、もうそういった思いが集まって参政党はできたんだと思います。これは本当に必然的に、参政党はできた。それで今回の、参議院選挙でも、いろいろな妨害がありましたけれども、過労死でありますが、しっかりと国政政党になることができました。でこれをですね、私たちはですね、しっかりとですね、守っていかなくちゃいけないし、もっと大きくしていかなくちゃいけないと思います。ちょっとだらだらと流れましたが、次はですね、滋賀県でですね、参議院選挙で、参政党の公認候補として、出馬していただきました片岡さんに、マイクを渡したいと思います。